エトラちゃんは見た。私はユリ。ある日の夜、仕事から帰るとリビングに女の人が倒れていた。なんで、どうして？窓ガラス割れてるし、もしかして泥棒？とりあえず私は警察に連絡し、大家さんに来てもらうことに。カクカクしかじか。何？すると、あざみさん。え、お知り合いですか？お知り合いも何も、この部屋の2つ隣に住む奥さんだよ。え、なんと泥棒は同じマンションの住人だったのです。あざみさんの手には封筒、現金6万入りが握られていたので、盗難目的なのは確実でした。なぜか私のブラまで握ってましたが、しかしなぜ私の部屋に？なんでこの人はここに倒れているのか。しばらくして警察が到着。大丈夫ですか？それと同時に目が覚めたあざみさんは、よくも騙したわね、この詐欺女。いきなり私を罵倒し始めたのです。怪人の名前呼んでるから金目のものがあるかと思ったのに、こんな悪趣味な人形置いて。ほら、やめなさい。その後、父兄さんも到着し、応援に来ます。え、何ですかこの人形。この変態女、精神的に傷ついたわ、慰謝料払いなさいよ。泥棒奥様は事情聴取。なんでこんなことしたんですか？ちなみにこの人の言う外国人の名前に悪趣味な人形とは、この子たちのことです。あざみさんの話によると、ステファン、ウィリアム、ただいま。外人の男2人と住んでるのね。ってことはきっと金目のものがあるはずね。あろうことか、あざみさんは私の留守を見計らってベランダ伝いに私の部屋へ侵入し、私の部屋を物色し始めたところ。はあ、何、たった6万ポッチ？外れね。ん、変ね、留守のはずなのに何か視線が。なんだ、やっぱり誰もいないじゃない。それにしても、ま、こんな派手な下着着てなんて伺わしいのかしら。さすが男2人連れ込むビッチなだけあるわね。ん、やっぱり何か視線が。二人と目が合い、そのまま失神。そして現在に至り、あざみさんは無事御用となりました。訴えてやる。よくもこんな怖い目に遭わせてくれたわね。ところで、なんで個人宅にこんなものが？それは、実は私の職業は看護師で、勉強のために数年前、この人体模型と骨格標本を購入したんです。でも、愛着が湧いてしまって、それで名前呼びを。あの、ちなみになんですが、盗まれそうになったのはこちらの現金6万円とこちらの婦人用下着1着でよろしいでしょうか？ はい、今回人体模型に名前をつけて呼んでいたことや下着のサイズまで知られてしまい、ものすごく恥ずかしかったです。ちなみにブラが落ちてたのは今朝遅刻しそうで慌ててたから。パンツと違うブラつけてた。床にポイ捨てしないできちんとしまうべきだった。ともあれ、ステファンとウィリアムのおかげで犯人も捕まったし、これからも大事にさせてもらうね。アサミさん夫婦もどこかへ引っ越していきました。噂では離婚したらしいです。それから3階でも油断は禁物だと分かったので、今2人は窓側に配置しています。皆様も空き巣にはくれぐれもお気をつけください。ご視聴いただきありがとうございました。なるほど、人体模型や骨格標本を置けば空き巣防止になるわけですね。早速どれくらいするのか見てみましょう。で、やっぱり本格的なものだと1万は超えるんですね。というかその前に、部屋に置いてあったら怖くて夜眠れる気がしませんね。私は別の空き巣対策を考えようと思います。話は逸れてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。